祖国と愛する者のためにもう二度と彼を失わないために肘山は最後の戦いへと向かう。ほうほうほう、ゴーとレンヤさんもあと2回ぐらいでクリアするだろうな。沢渡たちと触れ何かを持ち、千尋は市民120万人をセクター3へと避難させるの続きやっていきたいと思います。ほい笑い方、そういうことするから最初悪役だと思ったでしょ。2188年、このデータは尾形健吾、君か、ゴート、久しぶりだな。尾形のお父さんかな。私が死ぬ2ヶ月前に会ったのが最後だから、はい、おおよそ1年ぶりだな。はい、尾形会長、森村の管理データの中に尾形健吾会長の AI が、426が入ろうとしてたみたいな話だったよね。なるほど、それであれほどの資金調達ができたのだな。この AI で敷島会長の裏のネットワークを使った。それは違うな、私がやらせたのだよ。森村博士は私の指示に従っただけだ。森村博士は私に資金調達してたっていうのは聞いたぞ。会長の意思だというのか。開発中のナノマシンを売り渡したのも。あ、そっか、そういうことを知ってたのは。地上のあの山頂も君が彼女を利用するからいけないのだよ。彼女、危うく箱舟計画が頓挫するところだった。この計画は何をおいても優先される。私の復活のために。クローンに自分をダウンロードする気か。新たな地球が私を待っている。そうはさせるものか。森村博士はどうした。死んだよ、あの殺し屋かね。人類は最後まで愚かだ。あと数人、その区画も持って3日、君の最後を憐れむとしよう。名前 AI 名、計画は中止だ。残念だが、すでに箱舟は旅立った。まだ通信圏内だ。君にアクセス権はない。人類の未来を AI の好きにさせるものか。生き残りの中でアクセスできるのは。それで私が博士だとしてどうしたいの。真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています、あなたは何も教える気がない。どうして。これは前回と一緒だね。我々に知恵をつけられては困るのです。うん、滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。私が世界を滅ぼす。そうです。あんな怪獣が現れて私が一番困っているのに。その通りだ。それは嘘じゃない。うん、あなたが第一に考えているのは、うん、2188年に立てた計画の遂行だから。うん、だが現状は計画から逸脱しすぎている。はい、地下の円盤へ案内したあの日、はい、あなたは言いましたね、どうにもならないと。どうなるんだろうな。もうほんと物語の後半だから。ここが UFO の中枢。うん、ええ。まったく沖野くんたら。沖野くんたら真面目にやらないくせにこういうところだけ無駄に来る。沖野、こっちの話よ。
それよりこの有様は、不穏な出来事でもあったのかしら。そうですね。息子なんだよね。敷島のドロイドだ。飯田さんが配置したのか。配置した、勝手に襲って、まあ飯田さんが襲わしてるのかな。どれも撃たれている、フェイザー銃によるダメージだな。全部壊れて停止しています。そう、あれ早速始めるわ。ああ、何、本当に可能なんですか。システムは把握できている。おう、この異常な事態の元凶、元凶、D コードを排除できるわ。え、それなのに先生はイージス作戦を。 D コードを排除できる。あなたの言う通り操られているか、それとも、はあ、自分だけ生き残るつもりか。まさか。それはまだ解析できていない領域ですね。一体どうやってアクセスを。上級管理者の ID なら、全システムにアクセス可能よ。はい。その ID を見つけたのですか。森村千尋博士自体が上級 ID を見つけたの。持ってるんじゃないの。ダメだわ。セクター3の中枢は攻撃を受けて、ほとんど機能していない、はあ、ここでは処理できそうもないわね。3まで行けばできる。仕方がない、司令船に直接命令を送るわ。 G コードを停止する。 UFO を管理する、軌道上の母船、未来人の箱舟ですか。宇宙人の侵略基地かもね。司令船と通信は途絶えている。地平線の影に隠れている青年、通信再開まで35分か。待っていられないわ。別のリンクを探しましょう。別のリンクを探す。この修正で D は現れなくなるのですか。根本的に解決されるはず。それだったら今までなんでそんな繰り返してたの。でもすでに処理されたものはどうにもならない、はい、それではすでに自動工場で作られた D は。あ、来ちゃうってこと。どのくらい作られているのか確認しなくては。騎兵はやはり必要です。その方がいい。イージス作戦は危険だわ。危険。つまり D コードが起動した後ではどう修正しても計画に影響が残る。ほう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 。修正には D コードを取り除きループさせた方が効率的だ。決してまたゼロからやり直させるってこと。でも今までなんで 3,4 回とかもやってきてんのに、そのループ D コードを排除してループさせなかった。ループ自体は全セクターの中枢が D に制圧されなければ起こらない。いやだからもう皆殺しってことだよ、ね、だからあなたはここを滅ぼさせて世界をリセットする。今あなたが一番心配なのはイージス作戦だ。リセットできなくなるから。当初の計画通りに戻すことをあなたは考えている。それは考えすぎね。イージスは単なる防衛機能じゃない、ターミナルは自己防衛のため封鎖され、そのターミナルから世界を管理できなくなる、全てのターミナルが塞がれば我々は中枢と切り離され、ループも消滅も起こらない。だがそうなってはあなたの計画は失敗だ。箱舟計画。計画のゴールはここではないのだから。ああ、そっかそっか。この世界で完結することではないから、イージス作戦で全てのターミナル、この何人かが生き残ったところで計画は成功じゃないってことだよね。仮にその話通りだとして、あなたはどうするというの。まあ確かに。話を最初に戻しましょう。森村先生殺害の犯人です。誰だと思うかと聞かれましたね。あ、これあ、もう調べがついてるんだ。あなたが森村千尋博士なら、先生殺害の犯人はあなただ。へえ、
イージス作戦を推進する先生は、はい、全てをリセットしたいあなたには邪魔だった。そうだね、確かに面白い推理だけど言いがかりね。あなたがどこか、うん、私を敵視する理由はわかります。あなたはゴートレンヤによって入門者を追われた。買収元である四季島にとって邪魔だったからだ。はい。その後あなたはこの箱舟計画を率いる尾形健吾の指示で、うん、尾形健吾、うん、尾形年次の父親で、はい、あなたの才能を認めていた四季島の会長、はい、彼は老衰で2187年に亡くなっている、はいはい、だが私がここで言う尾形健吾とは、はい、死後あなたが秘密裏に彼の記憶を複製した、はい、AI の名だ。はい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 。あなたはそれに操られていた。助言をもらっていただけよ。それも記録ね。ええ、ゴーとレンヤがその AI を見つけた。うん、見つけた。さっきのやつ、ね、あなたの死後コロニーでの記録です。あなたは18歳になったクローンに記憶のダウンロードを施すようセットしている、はい、あなたがこの計画に対し、はい、人類を救う使命感があったのは間違いないが、はい、尾形健吾を復活させるためだというのも事実。尾形健吾を復活させたい。森村千尋のクローンに森村博士が入る、はい、そしておそらく尾形年次のクローンに尾形健吾が入る。あーは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 ー。だからあなたは計画通りにこだわる、はあ、あなたから見れば森村先生は保身のため計画を台無しにする、はい、出来の悪い分身だ。殺すのにためらいはない、はい、残念だわ。やはり始末するほかないよね。はあ、うわ、どうしてそんなに尾形健吾のことが好きなの？それとも健吾がいたら森村千尋の将来が困らないから？さよなら。ゴート連夜6解除可能だわ。安楽条件、探索進行率が 100% 以上の主人公12人、現在12人、安楽できます。ゴートは千尋が森村先生を殺害したことを言い当てた。知りすぎたゴートを始末するため千尋は銃口を向ける。行きましょう。あ、ここね、こっちに帰ってきた。解析を開始。そんなに時間はかからないと思うわ。完了したらそちらにデータを送る。助かります。しかし呆れるわ。呆れるわ。沖野くんがこんなふざけたものをここの管理システムに採用していたとはね。ダイモス。ありがとう。ありがとう。いや、これは俺じゃなく沖野が。うん、沖野くんが。全部の解析ができていなかったので、うん、あなたの協力に感謝しています。沖野くんの姿はみんなに見えてないんだっけ。子供にしか見えないのに、はい、あなたはすごい方のようだ。すごい方らしい。沖野くんのお母さんだってことは肘山さん知らない。私からもお礼申し上げます、はい、では戦闘中につき失礼します。できる男だな、戦いながらこれしてるんだ。息子だもんね、多分。残念だわ。あ、戻ってきた。やはり、はい、始末するほかないよね。さよなら。撃てるか。あ、弾入ってない。その銃で私は撃てません。普通に撃つ気だったんだ、本当に。イージスを撃てないとかじゃなくて、邪魔者は生かす気はないということですか。フェイザー銃。これは、うん、あなたが護身用に欲しいと言ったので、はい、私が用意した銃です。ほうほうほう。人を殺してしまったのね。それなら今度は、うん、あなたがその銃で私を撃つのかしら。弾抜いてたんじゃないの。いや、撃てないでしょう。それは誤解です、はい、安全のため
あなたと私は撃てない。あなたと私は撃てない、そういう設定にしてあります。あ、そういうことなんだ。じゃあお互い殺せないってこと？やはりそうだ。銃の使用履歴では発砲の時刻は、はい、先生の死亡推定時刻とほぼ一致する。あなたはこの銃で先生を撃った。あ、この銃の発砲履歴が見れるんだ。それに事件当日、本当はドローンで森村先生を監視していましたね、はい、あの日の現金の減り具合から見て、現金の減り具合、タクシーを利用して現場に向かった、はい、そこまで調べておいて今までとぼけて本当ね、しょんぼりしちゃうね。いつから気がついていたの？うん、私が博士の方の森村千尋だと。そうだよね、もう全部こういうこと、こういう話になるのを見越してここで話してるってことでしょ。三浦慶太郎、気がついたのは、はい、三浦がここであなたを見つけた時です。三浦がここであなたを見つけた時、あなたは三浦を優秀な設計技師だと言った。はいはい、だが設計技師は2188年の三浦だ。うん、それもゴーとレンヤの記録。いいえ、17番騎兵の AI だった三浦です。彼は記録の存在も私に教えてくれました。教えたんだ。それで私をどうするの？殺さないなら閉じ込める？先生のことを思えば内心複雑です。うん、だが感情的に恨みを晴らしても、はい、怒った結果には何も影響がない。はい、論理的な人ですね。それなら私は、はい、真実により近づく方を選択する。真実により近づく方、私は知りたい、はい、先生も知らないこの計画のその先を。はい、あなたは分かりやすい嘘をついた。泉十郎は自分の趣味ではないと言ったが、うん、博士と2188年の泉は深い関係にあった。はい、セクター1にあなたと泉がいる、はい、意図的な配置からもそれはわかる、はい、あなたは記憶移植を設定する前に死んでいる、はい、おそらくそれで泉があなたの意を汲んで成し遂げた。復活を望む尾形健吾はわかるとして、なぜあなたも記憶を移すのですか？それは導くものが必要だからよ。指導者がいなければ人は仲違いを始める、うん、あのコロニーの最後のように。うん、最後すごそうだったよね。なるほど、予想通り、あなたは計画に対し真摯だ。そこで提案があります。私と賭けをしませんか？あなたの望み通りターミナルを残します。残します。イージスで全てを塞ぎ、はい、ループを閉じたりはしない。はあ、それでこの状況、うん、確かに計画通りには戻せない、うん、だが考えてみてください。最終工程を終えたその先にもおそらく、はい、苦難や問題は次々と待ち受ける、はい、我々が未知なる問題にも、はい、自力で対処できると証明できればあなたの計画を引き継ぐその資質があるとは考えられませんか？一理あるわね。我々がこの問題を解決してみせます。もう争ってほしくないと思ってるってことかな、人同士で。だから我々でこの問題を解決したらそれが勝利。邪魔はせず戦わせてくれませんか？失敗ならリセットで構いません、うん、かっけ。でもリセットできない。あなたに勝ち目はないわよ。さて、それはどうでしょう。でも応援してくれるんだよね、最終的にメタチップのじゃないとか、人間を移動させたりとか。全員まだ戦闘可能か？ここまで休みなしで戦い続けて、女子はもう体力的に限界だ。まだ平気です、戦えます。私休んでね。ターミナルはあと3つ。あと3つ。あと2つはイージスで守れる。あと2つはイージスで守れる。最後のターミナルはイージスに頼れない。あとどのくらい持たせればいいんだ？
稲葉美雪との交信再開まで、はい、まだ10時間はある。まだ10時間はある。だが彼女の計画が最後の望みだ。イエジスもできないってことか。一箇所だけ転移できるものを残して、あとは力尽きるまで守り続けるってことだ。ほうほうほう。次のターミナルに怪獣が向かってる。うん、気合を入れろケイタロウ。俺たちが軍人として覚悟を見せる時だ。うん、あと3日だろうが持たせてみせる。はい、あと3日もないぞ。頑張れ千尋さん。聞いていますか？もし聞いていたら答えてください。千尋さん。何かしら。あ、答えた。あなたは司令船の位置に関係なく、はい、リンクする方法を知っていますね。え、そうなの？ D コードを修正した時のことね。え、でもダメだったじゃん、地平線の時に。その方法が今必要です。地平線が向こう行ってる時は更新できないって。今度はどんな切り札が出てくるの？何の記録を見たと言い出すのかしら。いえ、これはお願いです。お願い。私の立場が分かって言ってるの？分かっています。それでも私はあなたにお願いする。我々にチャンスが欲しい。ああ、ここまで真剣にお願いされたら。愚かだわ。私は嘘をついた。どのことだか分かる？いえ。あなたを危うく気に入るところだった。その短い間に話を聞けってこと？まったく人間は愚かだわ。その最たるものが私というわけね。もしこれが全部うまくいったら、うん、あなたたちが責任を取りなさい。千尋、頑張って兄ちゃん。あこれで最後につながると。最後の家計ごと編クリア。はい、リザルトを終了する。全編クリアトロフィーを獲得しました。コートは13人で問題を解決できるか千尋に賭けを持ちかける。ターミナルが残り2つに迫った頃、千尋はゴートに最後のチャンスを与えるのだった。わあ、でもこれで追走編は全部クリアしたのか。いや、分かりそうで分かってないところもあるな。その尾形健吾をどうしてそんなに生き返らせたいのかとか、次の世界に持っていく時のために指導者がいると。指導者がいるから尾形健吾っていう存在と森村千尋っていう存在はそのまま人格を移して次の箱舟計画の先でやりたいってこと。ちょっと救命兵も見ましょう。セクターゼロに自身のデータを書き込む。転移するとリセットを超えて年代的には16年遡った新たな世界にそのままの姿で降り立つことができる。しかしそれはユニバーサルコントロールの一部として再生されているに過ぎず、ループした時点で人間ではなくなり模擬人格になってしまう。ってことは記憶を持ってループしてる人は人間ではないってことだよね。
でもその生まれ変わりみたいな存在の人は人間ではあるってことだよね。西暦2187年の地球の衛星軌道上にある建設中のコロニー、完成後の直径は 30km にも及び、円柱状の巨大な食料生産サイロがいくつもドッキングしている。人類の種を残す箱舟計画を実行した場所、人類を滅ぼしたナノマシン汚染の元凶の地でもある。西暦2188年、森村暗殺のために潜入していた関ヶ原が仕掛けた爆弾によってセクター4の発電エリアが爆破された。箱舟計画と生命維持のどちらにエネルギーを使うかを巡り合って争いが起き、銃撃戦で7人が死亡した。西暦2188年、地球の衛星軌道上にはセクターと呼ばれるコロニーが5つあった。三浦は箱舟計画の移住区をコロニーと似た構造で制作し、同じくセクターと名付けた。じゃあセクターと呼ばれるものが2個あるってことだね。森村を中心とした箱舟計画の関係者たちは、次なる人類が正しい道を進むためにはナノマシンを使った戦争が起こる前の時代からやり直すべきだと考えた。もう人類同士で争わないために。しかしどの時代から生まれる精神が最も望ましいのか結論を出せず、候補に上がった年代別に移住区を制作したため5つのセクターが生まれた。あ、すごい分かりやすい。分かった。入門者の元幹部、ナノマシン研究者の第一人者、セクター4に研究所を構えている。西暦2188年の森村が資金調達のために横流ししたナノマシン技術が地球を汚染して人類を滅亡へと追いやった、まあ、でも全ての元凶はこの2188年の森村さんが地球でやってたナノマシン技術とか、その入門者でやってたことで地球を汚染してしまって人類を滅亡へと追いやったんだね。各年代に分かれた仮想移住区セクターの制作者自らは戦前の時代に住んでみたいと願っていた。ほう。じゃあ三浦くんが全ての移住区を作った人なんだ。で、自らは戦前の時代に住んでみたいって言ってたから、そこの戦前の時代にこの子のクローンがいるってことだね、西暦2188年の肘山は沖野と恋愛関係にあった。銃撃戦で殺された沖野の復讐のため泉を殺害する。沖野くんが泉くんに殺されて、泉くんを肘山さんが殺してそこで重傷を負ってその後死んでる。箱舟計画に反対している。箱舟計画のエネルギーをめぐって揉めた際、尾形が銃を持ち出したことで撃ち合いに発展する事件が起きた。尾形はその際に死亡している。はあ、ってことは箱舟計画が後々にどこにたどり着くかとか、どこを目指してるかっていうのはまだこの未来では決まってなくて、新たな土地でまた人類を繁栄させていきたいっていうのが箱舟計画としてあったんだけど、もう人が少なくなって箱舟計画をしてる人もいれば、自分がこれからもまだ生き残りたいと思ってたりとかする人もいて、結局こうクローンだったり遺伝子だったりとかで人をセクター間に入れるところまでは行ったけど、この子たち今いるみんな13人とかを作り出した元の親たちっていうのはもうすでにみんな死んでて、今はそのセクター間でダイモスっていうのがダイモスコードっていうので来てしまうから、もうそれになんとか抗いながら今後のことを考えながら今はとりあえずみんなで戦って生き残ろうってやってる状態なのかなと思います。もうリセットをできないことを知ってる人もいるし、イージス作戦自体を反対してるけどとりあえず守りたい人がいて戦ってる人もいるってことだよね。で、この戦いを守りきったらどうなるかっていうのはまだみんな分かってない状態なのかなと思う。私が理解できてないんじゃなくて、この話自体がまだ分かってない状態、これ戦ってるみんなもここをどう守りきったら自分たちがどうなるかっていうのを分からない状態でいるってことなのかなと思いました。だから森村千尋博士は、森村千尋博士と緒方健吾さんっていうのだけを復活させて人類っていうのを素晴らしい方向に持っていきたいから、とりあえずまたリセットしてまたゼロからやり直したいって森村千尋博士だけは思ってるけど、
ゴート先輩が説得して今いる人たちだけで協力してこの戦いをなんとか乗り切ったら私たちはそれだけの価値がある人間じゃないですかと、私たちはこれからも協力し合って人類を繁栄させていく力があるんじゃないかと、だから私たちを応援してくれみたいな感じで今最後の戦闘に向かってるのかなと理解してます。当たってるのか分からない、多分細かくいろいろ間違ってるところはあるかもしれないけど、あながち間違ってはないのかな。とりあえず確か、この13騎兵防衛圏は最終戦が録画禁止になるんですよ。だから最後のクライマックスっていうのは動画にできないと思うんだけど、今はこういう状況で戦ってるのかなと思って最後の戦いに行きたいと思います。で崩壊編も 84% で、あとどれくらいなんだろう、あったとしてこの第3エリアの後にもうあと第4エリアぐらいしかないのかなと思います。うん、こっからもあと戦っていくだけだと思うのでガンガン戦っていきたいと思います。